はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロエクソダス続きやっていきます。ここはノボシビルスクという都市で、モスクワのね8倍の放射線量を誇っているという亡霊の町とも言われている場所なんだけど、この道が死の中心に続いているはず。行くぞ。だが周囲にも気を配れ。途中でメトロの入り口があるかもしれない。ここでミラーと共に薬を探して帰る。すごい雪だな。吹雪もどんどん強まっているようだ。ああ、妙な気分だ。建物に傷一つないまま死んだ街か。モスクワの方がマシだな。しかし、それなら右に曲がれ。他に道はない。建物は意外と綺麗だな。左の中庭を通れ。はい。焦るなよ。動けなくなったらおしまいだ。ここをまっすぐだ。はい。私は従います。いやいやいや、すごい吹雪だ。落ち着け、アルジョ。慎重にだ。大丈夫ここ。よいしょ。絶対人なんていないな、こんなところ。よし、あー、くそー、また車の山だ。しかし、戦車が通る。辿ってみよう。戦車、おっと、もうダメだな。ここからは徒歩だから急ぐぞ。汚染レベルの上昇が激しい。ルーターも長くは持たない。よいしょ。いやいや、すごい天気。さあ行くぞ。急がないと死ぬぞ。大きな交差点があるだろう。了解。気をつけろ、雪が深いぞ。今のところカウンター数値は問題ないな。フィルター残量さえ気をつけておけば。進め。いや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 、確かに人気はないけど、薬なんてあるか、こんなところに。お、ここからメトロに入れるかもしれない。おっと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 、フィルター交換。うわ、危険だな。松の中へ。はい。おっと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 、おお、やっと着いたな。町の中心への道を探そう。お先真っ暗とはこのことだな。どうやってトンネルに入ればいいと思う？これ開かないか。落車を通るのか。いいだろう。扉を開けるぞ。おお、骨骨。実はメトロ内なら生存者がいるか。骸骨だらけだな。少なくとも20年は経っているか。
進むぞ。油断するな。こいつら相手に万が一はないが、生存者がいたら話は別だ。はい。レーニン広場駅に出るぞ。機関は目と鼻の先だ。ああ、メトロが深くないからか。汚染レベルが高い。ここの住民は長く持たなかったのか。こっちの方がいくらか安全だ。あとはいえ、すでに基準値の3倍はありだろうな。トンネルだ。故郷と同じだ。それならこっちのもんだ。前作のメトロと似たような雰囲気がある。こんなにいてついてはいないけど。何？本当だ。え、人いる？もしかして。馴染みの場所に帰ってきた。おっと、またミュータントだ。ガドリングできてよかった。買ってくる気か。相手をしてやろう。近いな。正面は封鎖されてる。探せ、アルチョム。隣のトンネルに出る場所だ。ここは通れるぞ。なんか見たことないミュータント。兵器か。よし。ガドリング使うか。こういうのはどうだ。まだ来る。あ、つえ。ガドリングつえ。そっちから。ちょっとミラーに当たりそうで怖いな。ミラー。おなんだなんだなんだそりゃ。なんてこと。おなじみのミュータントの親戚か。となればここはこいつらだらけだぞ。なんとかなりそうだな。現状の武器なら大丈夫。こいつらはここで何を食ってるんだ。人じゃないんだろうが。ネズミ。ひどい埃だ。ずっと昔に放棄されたんだな。テープ。テープがあるんだよね。あ、暗。ミハイルか。セクション20のヒョードルだ。なあ、こっちのフィルターは完全にダメになった。シビルスカヤでは秋に交換したってのに。うちの子供たちをそっちの駅で預かってもらえないか。同じ学校の子もいるんだ。無理だよ、ニキイチチ。こっちは今軍に仕切られてて誰も入れないんだ。でも心配ない。もうすぐ汚染プロジェクターが配布されるらしい。あの緑のやつを子供に与えろっていうのか。いい加減にしろ。緑のやつはどんなフィルターよりも効果があるだろうが。大丈夫だって。状況が良くなるまでの数ヶ月間の辛抱なんだ。ともかくこの件はまた後で話そう。分かった、そうしよう。ああ、そうか。そうやって彼らは生き延びたのか。緑のやつとかいう軍が提供した汚染プロテクターのおかげで、その後在庫はなくなったが汚染は残った。そういうことか。緑のやつ、これは給電できそう。
ち。うお、本当に汚染されてないのね、この辺。くそ、また行き止まりだ。橋が落ちちまってる。こういうコレクターは2階建てになってる。1階に降りてる。あ、来てない。ギリギリ通れそうだな。ミラーも年のはずだけど全然衰えてないみたい。ちょっときついな。うわあ。聞こえたか。結構深いみたい。なんか出てきそう、下から。わ、出た、うねうね。うわー、とってもうねうね。水の中に何かいる。出た方がいい。急ごう。反射がオイルのような水だ。ここを出るんだ。いやー、汚い。あ、出れる。地元の連中か。お、どうもモスクワの処刑穴を思い出させるな。うえ、8000キロ旅してまたも処刑穴にたどり着く。この者たちもスパイ呼ばわりされたのか。うわ、どこまで行ってもこれか。うわ、日記、無線電報の複写。こっちはいけないか。うわ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 、手を出したまま死んでる。見たところせいぜい死んでから1年だけど、まだ生存者がいるかもしれない。気を抜くなよ。来い、気をつけてな。終わった。ここはいつも面倒じゃない。何かあっても助けは来ない。びっくりした。問題があるなら勝手にオーロラに戻るんだな。たとえ一人でも薬を持ち帰ってやる。次からは足元にも気を配れ。こんなところで時間を食うとはな。はい、ボロクソ言われるアルチョ。支柱が不安だな。いつ崩れてもおかしくないぞ。見てみるか。ノー。おおおおお、見ろ、この埃を。おお、大丈夫そうだ。ノー、行くぞ。またアルチョムが足手まといになるのはごめんだ。我々は駅の端にいる。待て、今照明を。く
やはり戦争が。おお、レールか。この走行したトロリーで防衛していたようだ。そしてこれも破壊され、トンネルを爆破したと見える。援軍が来るはずもないからな。駅へ向かうぞ。何かあるかもしれん。ああ、昔の相棒だ。デュシーカじゃないか。包囲戦だな。駅の入り口が防衛側か。生存者は大勢いたんだ。互いに殺し合うようになるまでな。嘘もモスクワでは少しは役に立ったわけだ。どっちがいいんだろうな。嘘の上に気づいたせいか、真実から生まれた死か。なんだ。何かおかしい。今のサイレンは？リロードの音がしたよ。かなりの量にさらされたしな。生体現地？生体検知してるんだけど。いや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 、あ、まただ。なあ、ミュータントがいた。なあ、ミラーがかぶってる。まだいるか。いて。ガードリングは負けんぞ。さすがに答えたな。くそ。また幻覚を見てるかと。死者が蘇るとは。奴らの寝床にお邪魔したようだ。まだ命はある。さあ、ゲートを開くぞ。手を貸せ、アルジョン。はい。さあ来い。人間がいるわけはないか。私が思うに、ここはシビルスカヤ、乗り換え駅だ。シビルスカヤ。改札口。あのシリンダーが見えるか。塩素だ。
駅にガスをばらまくとは一方的な虐殺だ。慈悲のかけらもない。クソ、また行き止まりだと。あのゲートは開けられんな。保安用トンネルに戻るぞ。行くぞ。ダメか。するとここの住民もしばらくは生きていたんだな。我々もノボシミルスクと通信ができなかったが、彼らも同じだったのかな。爆弾が落ちた後、防衛委員会は身を隠すことが次なる攻撃を避ける唯一の方法だと判断した。昔に放棄されたんだな。我々はモスクワの人々を欺いた。だが他にどうやって人々をまとめられた。どうやって守ればよかったんだ。死んだら自由も何もないんだ。周囲を見ておけ。アルト君、使えるものがあるかもしれない。この辺の、お、風化した報告書。この辺のものは回収しとこう。と、これは駅マップ。基本的にメトロシステムの設計は同じだからな。ここにも通風口があるはずだ。だいぶ奥深くまで来ちゃったけど。おっとっとっと。よし、このまま進めば通風口のトンネルに入れるだろう。別の線路につながるはずだ。うん？足跡？おい、聞こえたか？臨戦態勢を取る。おい、腰が緩んでる。確認するんだ。あのパイプを見てくれ、遠藤さん。足跡がどう見てもあった。お、子供。ああ、よし、手を貸そう。待って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 、私はアルチョムです。仲良くしよう。どどどどどって言っても銃持ってるおじさんだからな、こっちは。待って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 。ああ、それはそれは閉めちゃダメ。あ、閉めない。待て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 、カンカン。あー、それもダメ。どこ行った？こっちか。生存者がまさかいるとは。で、子供がいるってことはもっと大勢いるでしょう。キック。待って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 、おっと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 。あの子はどこだ。あれ、ここから先には行ってないはずだ。向こうを確認しろ。こっちは私が調べる。はい。おお、
おったー。もっと捕らえるんだ。止まれ。どこに行くつもりだ。もう離さんぞ。なぜ逃げた。洗いざらい話してもらうぞ。小僧、所属は。オスコム即応部隊所属、キリル・フレーブニコ。これ以上話すことがない。殺せよ。心配するな。我々に敵意はない。上官に合わせてほしいだけだ。敵意はない。僕はオスコムだぞ。あんたたちは奴らの一味じゃ。オスコム、奴ら。誰のことを言ってるのか知らんが、それが子供を殺すような奴らなら間違いなく我々の敵だ。ともあれ、上官の元に連れて行け。会いたい理由は。進行中の任務は機密事項だ。詳しい話は召喚にしか言えん。わかるな。さあ連れて行ってくれ。いずれにせよお前に選択肢はない。わかったよ。余計なことはするなよ。人がいるんだね。どの駅だ。どの駅って、プロスペクトだよ。機関までもう一息だわ。このまま行くぞ。アルジョ、待て。行きなし。行くぞ。待って、もうすぐって言ったけど、なんで機関に行くの。お前も頑固だな。任務だよ。あとは秘密だ。機関で任務。でも、もう緑のやつは残ってないよ。緑のやつ？なんだ、それは。知らないの？待って、どこの駅から来たの？アルチョムはエキジビション、私はポリスだ。え？それどこ？モスクワだよ、少年。待って。のっ。ノサリス。手を貸して。お願い。来るか。あ、逃げていった。ちょっとこれ弾が減ってきてるからこっち使うか。こっちに来ない。ちょっと暗くて見えないな。よし。こういうのはどうだ。あ、それは。待てよ、オーガンにしよう。ボーガンも強いな、相変わらず。てか、ミラーが強い。グレネードをくらみ。で、どうだ。あの逃げっぷりよ、昔を思い出すぜ。フレーブニコフ、出てきて構わんぞ。どう。おい、どこに行った。まさか逃げたのか。さすがにもう見つけられんぞ。お、やはり目を離したのはまずかったか。ノー。生きてるじゃねえか。
本当にモスクワから来たの？私はミラー、大佐で特殊部隊のリーダーだ。このアルチョムは私の部下。列車に乗ってモスクワから来た。すげえ、すげえな。待って、ゲートを開けるよ。おお、そんな。ボートの仲間なのかと。昔戦争があってさ。そのようだな。おお。え、一人なわけないよね。いいとこに住んでるな。みんなはどこだ？父さんは任務についてる。で、他には誰もいない。戦争が始まってからだね。今は一人か。冷蔵庫閉めような。核戦争にびくともしない都市も内紛になるとこれか。二人きりになってどれぐらいだ？一年くらいかな。おお。金持ちみたいでしょ。衛星写真だ。アリョーシャとお前が迷った渓谷はここだ。なあ、こんなものを一体どこで？昔スタルカーが衛星通信センターから持ってきたんだ。親父さんが任務中だと言ったな。いつ頃戻ってくるんだ？わからない。出たのはいつだ？1ヶ月ぐらい前かな。もう3週間も連絡がないんだ。そうか。どこに行ったかわかるか？任務の内容は。衛星通信センターに行ったんだ。春には町を出る予定で、被害状況がわかる地図を手に入れようと。それがあれば安全なところがわかるはずだって。なるほど。無線を使わせてもらうぞ。オーロラに連絡だ、アルチョム。私はその地図を目指す。あいつらに伝えないと。聞こえるか、オーロラ。ミラーだ。大佐ですか？はっきりと聞こえてます。どうやって通信してるんです？作戦変更だ。生存者を見つけた。話を聞けば衛星通信センターは健在だという。私はそこへ行き地図を入手。アルチョムは単独で機関に向かう。了解です、大佐。アンナはどうだ？眠ってます。急いでください。カティアが言うには、アンナはまだ発作を起こすと。そして、今の体力ではおそらく。応答せよ、オーロラ。どうぞ。天気のせいかな。オーロラ、どうぞ。くそ。くそ。またダメか。アルチョム、もしその親父さんが、汚染のない土地を見つけてたら、アンナはもちろん我々全員にとってのチャンスだ。まともな人生が送れるぞ。地図を手に入れるぞ。薬を手に入れたらここで合流だ。その後、待って、汚染対策なしに出ちゃダメだよ。まだ3つ残ってるんだ。父さんと町を出るために取っておいたやつが。すまん、助かるよ。アルチョム、その間に準備を整えておけ。了解。作業台もあるじゃないか。そうだ、私のレールガンを持って行ってもいいぞ。レールガンか。お前が持ってた方が役に立つかもしれん。弾薬を忘れるなよ。はい。準備ができたら知らせてくれ。よし、それじゃあ今回ここまでにしよう。なんか大勢の生存者ってわけではなかったけど、子供が一人いて、その父親は今任務中で外に行ってるとね。こんな、こんな地下深くに子供一人ってのも、ここだけど。緑のやつだよ。汚染対策がなくなったんだ。それなしじゃ生き延びれない。遠くの駅で暴動が起きて、委員会は兵士を送り込んだんだ。そして戦闘が始まった。とりあえず今回ここまでにしよう。
次回ここからミラーのレールガンもいただいて機関を目指す。今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。